計測器を使いたいと思います。わあ、左。でも飛んでそう。あ、出た。出た。バンカーワンバンして多分左に出たと思う。早っ。48.1。飛距離247。1.40 ナイスショット。早かったですね。ヘッドスピード早っ。コースでこんな出るの？いや、コースでこんな振っちゃダメです。うっかりした。普通の男性より早いと思う。ちょっと左にね、飛びましたけど、しっかり距離も出ております。で、はい、大切なことって何だと思いますか？ドライバーばっかり打つこと。ドライバーばっかり打って、とにかくでもみんなドライバーの練習量足りないと思います。ああ、なるほどね、うん、ドライバーもっと打てと、はい、そんな飛ばしたいんだったらみたいな、はい、56。でも入ってないし、ちょっと傾斜がね。バンカー得意ですか？バンカー、アプローチするよりバンカーの方が気が楽です。おお、なるほど。アプローチ下手なんで。やっぱパワーがあるからバンカーはへっちゃないんだろうな。止まった。筋トレとかスイング的なことでやってきたことってありますか？筋トレ、ドラコンのための筋トレをしたことがないですね。ない、まあ、しなきゃいけないんですけど。重いものでいっぱい素振りするとか、バットとかは振ります。あれ素振りバット、はい、いつもの、はい、あれいっぱい振ったりとかはしてますね。ドライバーいっぱい打ってっていうのも技術とかじゃなくて、単に筋トレになるからっていう方が多分大きいですね。振れば振るほどね。確かにそうだよね。アプローチどんだけ振っててもさ、ここら辺そんな使わないしね。あと引き下ろす力が多分すごい必要なんで、ドライバー打つのが一番筋トレになる。なんで重いバットを振ったりするのも筋トレになるんで、たまにしか練習以上行かない人でも定期的に素振りしてたら飛距離落ちないと思います。ちなみに伸び続けてます？私1年半ゴルフやめてるんですよ。全く？はい、全くゼロでした。それは聞いて平気な？大丈夫です。大丈夫です。内容的には、はい、どうしてそんなフィリピンのライセンスを取った後直後なんですけど、取った直後しかも取って、嬉しくなくて、取れたことが、なんか良かった。なんかみんなに謝らなくて済むから良かったって思ったんですね。っていうのは、その受かったから落ちたら謝らなきゃいけない、あ、すいませんでしたみたいなって気持ちになるのから、そうならなくて済んだから良かったって思ったんですけど、それにプラスして嬉しかったらよかったんですけど、別に嬉しくなかったんですよ、ライセンス取ったのに。だからゴルフ好きじゃないんだなと思って、何のためにライセンス取りに行ったんだろうみたいな、はい、好きじゃないならやっててもうまくならないし、やめようと思ってもう本当に全くやめました。ゴルフ関連の倉庫で面白いね。倉庫でバイトしてました。お中元にのしつけたりとか、梱包したりとか、ピッキングしたりとか。もうじゃあ無だね。無でやるようなことだね。ずっと流れ作業ねみたいな。終わればまた話が来てみたいな、はいはい、もうゴルフというものは全部もう本当にゼロでした。クラブ売ろうかなと思いましたもん。結構重症なほど行きましたね。もうまた始める気がなかったです。再びやろうみたいな気持ちはもう本当になかったです。車も売ろうかなと思ってました。それがところが何きっかけで？そしたら、いろんなライセンスの更新の時期が来たんですよ。1年経ったんで、個人的に連絡先を知っててくれてる人から、その PGAP の方は知ってたんで、そのライセンス更新の時期ですよって連絡が来たんですね。なんでその時に JPDA のことを思い出して、ライセンスどうなってるのかなって、で確認をしたんですね。でもその JPDA に入ってたのはその事務所を通して入ってたんです、その当時。なんでその事務所の方が、私がゴルフやめたんで更新をしなかったみたいなんですね。なんでもう今ライセンスないけど、よかったらもう一回やるって JPDA の方が言ってくれて、あ、じゃあやろうかなと思って、それがきっかけになって。きっかけです、はい、ちょっと打ってからね、続きは、はい、すごい、私のドライバーより速いじゃあそんなこんなで話の続きになりたいと思います。もう一回やろうかなってなって、一番最初に出た試合が千葉の320の試合です。すごいね、やっぱ神様がきっとやめるんだってことでもう飛ばせちゃったんだろうね。まあ、一応その決まってから練習はしましたけど、そういう1年倉庫でのし上がってたんでしょ今までの最長なわけじゃないですか。そうですね、やっぱね、やめるなっていうことですよドラマがありますねで、今は楽しいんですか？今楽しいです。そう、今めちゃめちゃ楽しいんですよ、ゴルフ。よかった、よかったです。なんか今日呼んでるけど、まだちょっとあんまりなんですよね全然もう毎日ゴルフしてます。もういいぐらい、全然もう嫌な感じもないです、ないです。もう完全復帰で。じゃあ、はい、むしろ人生で一番ゴルフ楽しいんで、間違いなく。すごい、だからやめてよかったと思ってます。そうですよね、はい、ある意味、はい、いいきっかけにですよね。そうじゃなかったら多分今もいやいややってたかなみたいな、ね、と思います本当に。だし、でもそのドラコンなかったらまだのし張ってたと思うんでちょっと電話くれた方にね、よかったです、感謝です。はい、こんなにいっぱいクラブ持ってきたのに、クラブ違う。違う？変える？大丈夫です。本当に大丈夫？お、いい感じ。戻ってる。ドン。ナイス。来ましたね。バーディーチャンス。やっと来ました。ナイス。ありがとうございます。いいです。うん。バッチリベストポジショニング。ありがとうございます。お、ちょっと優しくなりました。ただ飛距離は伸びてます。209ヤード。スピードは35。うん。わ、ミート率が上がってるよ。うわー、1.76。1.76 ってもはやすごいな。18歳の時ぐらいだって9ヤードだったんですよ、非常に。でもそこからあんまり変わってないですかね。変わってないんだ。はい、でも最大が伸びてます。ラウンド中はずっと240、50ですけど、ドラコンで満振りした時の飛距離は伸びてる、伸びてる。はい、小学校の頃、練習場の片隅でトスバッティングとかしてました。お父さんが前からボンボン投げて、もうずっと打つみたいなのをとりあえず100球打ってから練習始めるみたいな感じだったんで、それは多分すごい飛ばしに、はい、関わってくる、まあ、野球選手が飛ぶのと一緒だよね。そうですね、もう本当にでもそれも同じことなんですけど、うん、振るための筋力それでついたと思ってます。でも最初はさ、こういうのやってるとさ、これに悩んだりしないの？ジュニアからやった子ってスライス悩む子ほぼいないです。やっぱり体で打つとスライスにはならないので。なんか野球選手はさ、トスバッティングすごいうまいけどさ、やるとさパーンってさ、野球って多分打点が違うんですよね。あ、そうなんだ。ゴルフって体の真ん中がちょっと左じゃないですか、うん、野球ってもう体を思いっきり開きながらこの辺でヒットするじゃないですか。そっか、遅れてるもんね、はい、だから同じことすると本当にここでヒットするんで、こうなって行き過ぎちゃってるね右に多分でこうなっちゃうのねそうだと思います。あー、勉強になりました。じゃあセカンドショット、はい、グリーンがどうなってるかよく分からなかった、うん、ピン位置が端だね。ですね、うん、常に端に今日は切ってやって難しい。ああ、ナイスバーディー。ありがとうございます。すごいよかったいや、もう強くて正解。ナイス。ありがとうございます。沈めました。かきちゃんは一応今フィリピンのライセンス持ってるけど、はい、日本のプロテストは今年も受けます。受けます。はい。今じゃあこれから第1試合です。そうですね。予選から出て、9月の初めがファーストです。じゃあもう本当すっかりね、ゴルフに対する意欲も戻ってきましたね。戻ってるって感じですね。へえ。日本のでもプロテストね、なんかいろいろルールが変わって、はい、私が受けてたのはそのフィリピンを受ける前だったんで、うん、それこそもう全然違いますよね。そうだよね、はい、一気に変わって。セカンドが何回もあるやつだったんで、うん、3会場で2日間ずつやるので最後だったんで4日間になってますもんね今。頑張ってほしいですね。頑張ります、うん、じゃ皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日福岡クイーンヒル、ゆっこが会場に行きます。でインターからも近いゴルフ場となってますのでアクセスもいいということで、たくさんのご応募お待ちしています。で7月22日軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども、避暑地飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるのでこちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。でもう一個、8月17日、鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど、富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますのでご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。